次に2番目により豊島区の適正で健全な福祉を目指しての発言がございます。以上2番。2番、楠澤良治さん。敷島会、楠澤良治です。本日は質問の機会を与えてくださりありがとうございます。早速ですが、豊島区はお一人暮らしの高齢者さんが大変多いのです。限りある区の福祉予算を適正に健全に活用するために質問させていただきます。私は外国人生活保護の新規給付に反対の立場です。これは差別を助長するような意図によるものでは全くありません。反対理由は3つあります。理由1、法的な問題があること。最高裁判所平成24年事業非第45号裁判の判決文に、外国人の生活保護について準用する旨の法令も存在しないという記載があります。外国人生活保護に法的な義務は全くないと最高裁が判断したということになります。にもかかわらずこれが現在行われているということになり、これは適正で健全な福祉とは言えません。また憲法全文に、国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受するとあります。要するに国民による国民のための国政という意味であります。国政とあるのだから地方政治は別という憲法学者の主張を耳にすることがありますが、ここでいう国政とは我が国の政治という意味であります。国民のための、つまり日本人のための政治であるならば、日本人以外が政治の福利を享受することはこの憲法全文に全く沿っておりません。外国人に福利を与えるなとは書いてないという反論があるかもしれませんが、国民がこれを享受しとわざわざ書いてあるのは日本人に限定すべきという意図が含まれていると解釈すると考えます。以上のように法的義務がない、かつ憲法に沿ってもいないものに対して、前からだからかわいそうだからという曖昧な理由で区の限られた福祉予算を使っていいものでしょうか。理由に、外交の基本原則に沿っていないこと、友好的な国には友好的に、敵対的な国には敵対的に接するという相互主義は外交における大原則です。友好的な国に敵対的に接すれば、それは理屈が通じない横暴な国家として国際社会の信頼を失い、敵対的な国に友好的に接すれば搾取され、日本と日本人の利益を損ねます。この外交相互主義は非常に合理的であり、逸脱することによる我が国の利益は全くありません。外国で暮らす日本人が困窮したときにその生活を保護してくれる国はあるでしょうか。私は過分にしてそんな国は聞いたことがありません。外国政府は自国内にいる日本人の生活を保護しないのに、日本は日本にいる外国人の生活を一方的に保護するというのは、外交相互主義の大原則から完全に外れています。理由3、日本、特に豊島区に居住する必要性、必然性の問題。区長さん、副区長さん、議員さん、職員さんたちの中には、豊島区で生まれ、豊島区で育ち、そして自分は多分豊島区で人生を終えるのだろうなとお考えの方が
たくさんいらっしゃると思います。我々日本人は日本で生まれ、日本で生きて、日本で人生を終えるのは普通です。他国に骨をうずめることを夢見ている日本人は非常に少ないと思われます。その我々日本人に比べ、外国で生まれ、外国で育ち、今は日本にいる、豊島区にいるという外国人の方々は、帰るべき祖国がちゃんとあります。外国人の方々は日本、特に豊島区にどうしてもいなくてはいけないという必要性と必然性が我々日本人よりも断然少ない、あるいは全くないのです。我々日本人は日本で生まれて、日本で生きて、日本で終わるのです。それしかないのであります。日本しか居場所がない我々日本人と、帰る場所、帰るべき場所が他にちゃんとある外国の方とは、その扱いを区別して叱るべきであります。これは全く差別ではありません。区別であります。以上、法的に問題がある、外交の大原則に沿っていない、居住の必要性や必然性が少ない、あるいは全くないという3つの理由から、私は外国人生活保護の今後の新規給付に反対です。そこで豊島区の外国人生活保護の現状を知るために質問させていただきます。 1. 豊島区内の生活保護の総件数と総給付金額。 2. 外国人生活保護の総件数と総給付金額、またその割合。 3. 国籍別の生活保護件数と金額。直近3年分のこれら3つのデータをお示しください。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。なお、以降の答弁では、3年前の数値を平成28
度は省略させていただきます。まず区の生活保護受給世帯数と生活保護費につきましては、平成28年度から6184世帯151億円、6191世帯151億円、6140世帯147億円でございます。外国人生活保護の世帯数と非保護世帯数総数に占める割合につきましては、28年度が105世帯 1.7%、 続いて147世帯 2.4%、 148世帯 2.4% となっております。外国人生活保護費の合計額でございますが、28年度が4億7000万円、続いて4億5000万円、続いて4億3000万円でございまして、支給総額に占める割合は各年度、約 3% でございます。また国籍別の世帯数と生活保護費の総額についてでございますが、10世帯以上が受給している韓国、朝鮮、中国、台湾、フィリピンの状況についてご答弁申し上げます。なお、例えば申し上げました国籍の名称につきましては、住民票に記載されている国籍地域の名称による区分でございます。まず韓国、朝鮮が28年度52世帯、続いて68世帯、69世帯で、保護費については各年度とも約2億円でございます。中国、台湾については15世帯8300万円、25世帯6900万円、25世帯7000万円、さらにフィリピンにつきましては11世帯4700万円、13世帯4000万円、13世帯4000万円でございます。その他、非保護世帯が10世帯未満の国籍としては、アメリカやブラジルなどが参見される状況でございます。なお、ただいまご答弁申し上げました、支給額でございますけれども、生活保護の保護費でございますけれども、これは区の管理としまして、ただいま申し上げた額の4分の1が区の一般財源の負担でございますので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、津沢良治議員のご質問に対する答弁